マワール年代記は田中義樹による架空歴史小説。角川書店の小説誌、野生時代に1988年から1989年にかけて断続的に掲載された。角川書店より角川のベルズ版が全3巻で刊行され、その後角川文庫に収められた。さらに東京草原社の草原推理文庫に全1巻で収録された。 カルマーン、ベンツェル、リドアンという三人の身分が違う青年たちの野心や友情を、架空の帝国マバール帝国のそれから取っているとその、周辺諸国の激動の三年間を通じて描く。マバール帝国のミコカルマーンは、皇帝である父の圧迫に耐えかね、父を殺してしまう。皇帝の崩御によって、後継者争いが始まり、次期皇帝を選ぶ、先帝皇は、 カルマーンとその甥いのどちらを選ぶかで2敗に分かれ、対立する。先帝公の一人ベンツェルは、旧友カルマーンに味方する。しかし、カルマーンの父殺しに気づいたことがきっかけで、彼の心に、定位3月の野心が芽生えてくる。二人と旧友の騎士、リドアーンも、帝都に戻ってきたことがきっかけでマバールうちの、権力争いや周辺諸国との戦争に巻き込まれて、行くのだった。 そして、夕日の中で最後の戦いが終わるとき、三人の青春と友情の日々もまた終わる。本作の舞台となる大陸北方に拡挙する帝国。氷雪に熱いが豊かな国土と、百万とも豪される、共感な兵を備える。帝都はおのぐる。君主に皇帝をいただく。南方の農耕民族の英雄によって、故郷を追われた。 東方草原の騎馬民族が流れ着いた新天地で、マバールは民族の名に由来する。130州の藩とのうち、70州を直轄する皇帝領と10州を封ぜられる6つの広国との連合帝国の定罪をなす。皇帝領の州には、知事と軍司令官が大官として存在する。建国帝アルパードの制御に従い。 功績を挙げた6人の友人たちに与えられた国、皇帝領と連合する。重衆をもって一広国を成し、広国の君主は国公と呼ばれる。広国には竜騎馬、虎翼、金が、銀狼、銅弱、黒羊の名が完成られる。次期皇帝を選出する選定皇の資格を有し、4人以上の選定皇の支持、なくしては定位につくことはできない。国公の下には、 国政を保筆する国省が存在する場合もある。法権諸行として、広告の内政自治権、徴税権、徴兵権、司法権、立法権を与えられるが、帝国の最小職にはつけない。広告同士の中退を防ぐため、広告と広告の間は、肯定量によって隔てられている。アルパードミカドの巧みな婚姻政策で、各国区議には、提出の地が流れている。 エルデー王国、ツルナゴーラ王国、ツーアーラ王国、リスアニア王国、クールラント王国、ウルガール王国、ラボニア大公国、西方騎士団領が存在する。マバール帝国の東南に位置する王国。首都はブラッシュー。帝国との関係は非常に険悪であり、武力構想は百数度にも及ぶ、住民同士の釣り場の一い,いが戦争にまで発展したケースもある。 アルパードミカドの知性の頃にはすでに存在しており、マバール帝国とはもともと同じ民族の可能性が高く、言語もほぼ同じである。なお、エルデートはトランシルバニアのハンガリー5名でもある。マバール帝国の南の隣国。首都はカルローツ半島は80州を数える。海を南に望み、温暖で肥沃な国土である。兵はそれほど強くなく、主勢に弱く、 近年は外交によって、栄光を、暇していた。別称、ノブドの国と呼ばれ、王家の紋章にも用いられる、武道士は名品。マバール帝国の来航を受け、皇帝と王女との政略結婚の形で収束したことから、帝国との戦いはツルナゴーラ継承戦役と名付けられた。なお、ツルナゴーラとは、モンテネグロの自国語での国名である。 氷の玉座雪の低肝炎の外科、ありがとうございます。